ゾンビハンターさゆり、さゆり、どこに行ったの。さゆり、私のせいだ。私がもっと早く気づいていたら、さゆりは。あなた少し落ち着きなさいな。見苦しい。落ち着く。どうしてさゆりがいなくなったのに。どうして落ち着いていられるの。久保田、お前のせいではない。金崎の言う通り冷静になれ。上条先輩、先輩はマヤヤが心配じゃないんですか。だって幼馴染なんでしょ。いないんですよ。そうだな。ここには秋葉も姫路も二人だったものもない。もしかしたら戦う相手になって今頃そこら辺を歩いているかもしれませんわね。よせ久保田。あら、私何かお気に障ることを申しまして。黙れ金崎。まあ怖い。久保田、私は姫路に自分の身は自分で守れと言っている。守れなかったのならそれは姫路自身の責任だ。だが姫路は一人ではなかった。秋葉がいる。お前の知っている秋葉さゆりはそう簡単にゾンビになるのか。私の知っている姫路はどうしようもない奴だが、ゾンビなんかよりもしぶとい。久保田、もしいなくなったのがお前で秋葉が今のお前の立場だったら、リサは絶対生きてると言うんじゃないか。金崎、お前は。私歩き回ってもう汗だく。ここも埃っぽいし、シャワーでも浴びますわ。勝手にしろ。ええ、そうさせていただきますわ。ごきげんよう。お熱いご友情ですこと。知るなき友人ほど危険なものはない。私のためにどんな舞台を整えていただけるのか楽しみに待っておりますわ。さあ行きましょう。さゆり、さゆりは絶対に生きてる。それじゃあ私はこっちを探すね。
新しい武器かな。